ップスター食べたその日から味の虜に虜になりました。ハッポうまさが一番カップスター。そして映画サード公開です。森下愛子さんがブレイク。これは見に行きましたね。行ったんですか。ええ、32歳の拓郎さんがもう見に行きましたよ、はい、それでその彼女のですね、その裸のシーンがあったんですけど、ヌードがなんかもう感動というか、ええ、僕は自分が凍りつくような感じでしたね。本当ですか、ええ、これだとこれだと思ったんですか。これだなと、こいつだと、ええ、求めていたものはこれだったと。映画を見て映画館でですか。映画館、映画は全然ね、ええ、興味なかったですよ。裸ですか、ええ、なんかそれね、やっぱりその、ね、彼女のそのなんて言うんだろうな、見ましたね。いや、森下愛子さん確かにね、はい、憧れましたよね、みんな。ありました、なんか。いやいや、ないですけど。憧れは。憧れはないですけど、僕は、ええ。でも、森下さんがヌードになるということで、うん、大変な話題になりましたけど。田黒さん、映画館に見に行って、うん、一人で。で、それでもう、すでにその時に、この子に会いたいと。思いましたね。そうなんだ。この子に曲を書くぞと。そういうのはなかったです。音楽がどうのこうのとかじゃなくては、はい、一人の男としてこの女性に会ってみたいなと思ったんです。そうです、うん、最初に会ったのはどこなんですか。最初に会ったのは、あ、一番最初はラジオか。ラジオだ、はい、多分オールナイトニッポンゲストでですか、うん、ゲストで、あの例のディレクターの浅野さんに、はい、呼んでくれよ、おいゲストによとか言っていろいろこう夜の夜中にですね、ラジオ局の放送局のスタジオの中でつぶさにいろいろこう見たんですよ。あ、ヌードを見てますからね、見てます、映画で。目の前でこうどうなんだろうなと。どうなん、その時は普通のゲストの会話だったんですか、オンエア。ゲストです。あ、森下さんどうも、初めまして、吉田ですとか言って、はい、どうも初めましてとか言われて。森下です。森下さん二十歳、当時は。二十歳ですか、ええ、いい感じですよね、だから、今と違ってね。そんなこと言っちゃいけませんよ、お母さん。今のままの僕でいたいのさ。